心と体と55点。食肉工場で働くおじさんは、新しく来た若い女性が気になり始める。ハンガリーのイルディコー・エネディ監督作品です。他の作品全く知りませんが、2017年のベルリン国際映画祭で最高賞の金熊賞を取ったり、2017年のアカデミー賞外国映画賞の最終選考まで残ったりと、この心と体と、評判もいいんですけど、まあ、なかなかどうして不思議な味わいのある映画でした。食肉工場の勤務風景、牛がコンテナに乗せられて殺されて切られてっていうのをゆっくりがっつり描くのは、まあ、とてもすごく新鮮でしたし、グロいというより儚さだったり新鮮さだったり、なんか不思議な感覚を、覚えました。そんで小さな事件が起きたことをきっかけに、おじさんと若い女性が近づいていくんですけれど、その近づくきっかけもありそうでなかった新鮮な切り口で、無意味と思っていたあるシーンがふとしたきっかけでとんでもなく胸キュンなシーンになっていくっていう、これまた不思議な感覚ありました。若い女性コミュ障だと思いますけど、若い女性の日常描写も面白くて、まあ、人形劇とか CD ショップでの立ち振る舞いとかがもうずれまくってて、話のテンポめちゃめちゃ悪いんですけど、毎度毎度見入ってしまいました。まあ、なんかずれた行動する美人って、まあ、なんかそれだけで得した気分になるというか、感じですね。他では味わえない不思議な着地を見せるおじさんとの恋もなかなかいいんですけど、まあ正直いかんせん長いかなと。まあ内容もペラペラですしね、あの正直ね、そんなことを思う異色ラブコメ映画でした。